はい、東京カメラさんのね、店内の方、ちゃんと店員さんの方に許可いただいて撮影の方ね、しています。はい、店のね、中ではね、若い女の子がどうやらね、ペンっていうカメラをどうやらね、買ってるみたいです。だいぶね、ちょっとずっとあの店員さんからね、延々と、いろんな説明を受けていて、ちょっと僕もね、ちょっと時間かかりそうだなと思ったんで、30分くらいね、外してたんですけどね、戻ってきて今やっとお会計してる感じですね。じゃあね、もう一回中入っていきます。これで外してるから。ボケてます。楽しみ現状。はい。ありがとうございます。あと30日保証があるので、それで何かおかしかったら持ってきてください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いくらのやつが出たんですか？あれは1万。お父さんお母さんに買ってもらって、若い女の子ね、何歳くらいだったんですかね。結構若かったですよね、パッと見。そうですね、10代のね、流行ってんだな若い子に。じゃあすいません、早速ちょっとご相談をちょっとお願いしたいんですけども、はい、ちょっと顔写さないようにこう真っ端でいいですか、こう手元を。ああ、全然。もし顔写していいんだったら写しちゃいますけど、ダメですよね。まあ、どっちでもいいですか。マジですか。はい、じゃあ公認で、はい。あ、ちょっとご紹介させてもらいます。僕はYouTube の方で藤本動画というカメラチャンネルやってまして、はい、普通に草冠の藤に元気の源で藤本漢字で入れて、ひらがなで動画でやると、はい、カメラとか、あとまあちょっとカメラ以外のやつもちょこちょこって出てくるんですけど、そういった動画を上げています。で、今日はこれ僕の友人のおじいちゃんの、はい、まあ、秘蔵コレクションのやつをちょっと譲っていただいて、あ、まあ、これよりこれ以外にも何台かあるんですけども、はい、ちょっと何だろう、モルト、はい、モルトを多分ちょっとこれを見てもらって、多分ボロボロなんだろうなこれはっていうのがあって、それをちょっとプロの方に確認してもらいたいなというのと、もしあれだとどのぐらいで直せるというか交換できるのかちょっとお聞きしたいなと思ってたんですけども。そうですね、モルトは要交換ですね。もうこれはダメな状態ですか。車高自体は、はい、こっちはフィルム質側の形は保ってるので、はいはいはい、多分光線漏れはそんなにはないんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、ただこれがもう触ると多分粉になる状態。あ、そうですね。なので、うん、ポロポロ出てきます。中がものすごく汚くなってしまう。あ、これすごい綺麗ですけど、はいはい、ほっとくと粉々になったもの、はい、でこっちはもう完全に崩れちゃってますね。上の方ですよね。はい、そのミラー室の方ですね。はいはいはい、これはこれお店でお願いするといくらぐらいかかるんですか。うちでは4000円でやってます。4000円ぐらい、はい。これって今日お願いしてできます？そうですね。今日あとちょっと人手がちょっとないので、はいはい、できれば。あ、じゃあ、まあ、次回の日で。はい。わかりました。はい。あとちょっとミラじゃないや、レンズの方もちょっとなんか白いカビなのかなとかって思ってるんですけども、はい、ああ、そうですね。これカビですか。カビですね。これはもう清掃云々とかっていうのは効かないレベル。これは清掃はできます。あ、ただそうなんですか。まあ、カビっていうのはその、ええ、綺麗に取れるもの時もあるんですけど、はいはい、カビ跡って言って。ええ、カビ自体はいなくなるんですけど、そのカビが出す、そうですね、酸みたいので、はいはい、コーティングが変わってしまって、跡が残っちゃうっていうのがあるので、あ、なるほど、まあ、そこ、それ自体は、はい、ほとんどその描写に影響はないんですけど、影響がない感じ。あ、ちょっと気になる人は気になるかなみたいな感じで。これでも基本的にこのちょっとなんかまだ撮ってこのカメラで一回も撮ってないんですけども、はい、
このレベルだったら開放で取ればそんなに気にならないぐらいなのかなという感じがしてるんですけど、どうですかね。あの普通に取れます。そうですよね、はい、絞っちゃうと出てくる感じですよね。いや絞っても出ないです。あ、絞っても出ないですか、はい、ないです。あ、じゃあもう言うなればそんなに、そうです、無理してまで清掃する必要はないかな。昼間とか、はいはい、今みたいな、はいはい、あの明るい外だからとちょっとフレアっぽくなる、あ、白く、はいはい、反射したり光ってるものが、うん、周囲がほやっと白くしたりとか、はいはい、あとはコントラストがちょっと下がったりとかっていうのは、まあ、あるかなとは思いますけど、はいはいはい、なんかもともと開放でそこまでシャープに映るものではないので、あ、まあそうですよね、割と緩めの、あ、そうなんですね、はい、へー。ちなみにこのペンタックスの、はい、ちょっとそんなお金がないんで今日買っていけるもんでもないんですけど、はい、おすすめのレンズって、おすすめのレンズどんなもんがあるんですか。M40 にいっぱいあるんですよ。もう本当にこのフィルムのプロから見て、いやこれ買っとけ間違いないよって飛ぶ遊べるよみたいなおすすめレンズ。好みの画角とかってあります？僕結構人物撮影するんで、あ、じゃあ、割と長い方がいい。そうですね、まあ、結構やっぱり80、まあ、本当普通のデジカメとかだと85mm とか50mm とか、はい、うん、なるほど。一番短くても 35mm とかそんなぐらいの感じなんで、長ければね 135mm、200mm とか使うんで、うん、そうですね、35mm、はいはい、このスーパータクマ、まあ、SMC でも同じですけど、はいはい、すごく優秀な、優秀な、はい、おすすめの一本。なんだろう、オールレンズの面白さっていうところから見ると、ああ、ちょっと近代的なレンズに近い感じなのか。ちゃんと映るんですよ。あ、なるほど。なのでまあ優秀ではあるけど、はい、若干面白い意味には関係あるかなって感じ。まあ、せっかくだったらちょっとオールドレンズっぽい方がいいですよね。で、あとは何だろう、ヤシノン、はいはいはい、ヤシノン DSM50mm ですね、はいはい、これ、まあ1.7 に限らず、はいはい、他の 1.4 とかでもそうなんですけど、はい、かなりいい。なんていうのかな、コンタックスでヤシコン、はいはい、でそのヤシカ ML のレンズがありますけど、はいはい、それとなんか似たような、うん、ピント面が繊細でかなり鋭いんですね。ああ、ということは結構フォーカス厳しいってことですか。厳しい感じではなかったですね。ただ開放からビシッと山は掴みやすい感じ。そうですね、だ真ん中ビシッと映る割には、はいはい、周辺は、あ、滑らかにって、そうですね、お、割と、はいはい、まあ、昔で言うとあんまり良くなかったのかなと思うんですけど、あ、まあ、でも今で言うと人気なレンズですよ ね、 そ、 すね、まあ、それこそソニーの G マスターみたいな、 そ、ね、そんな感じですね、今求められてるような、はいはい、そうなん。ちなみにこれおいくらなんですか。これが14,000円。ああ、でも結構手頃ですね。そうですね、なるほど。なんかすごいね、綺麗ですしね、やっぱり、ね、ちゃんとした綺麗なお店にあるだけ。ちょっと皮だけはい、なくなってたんで、ああ、張り替えてもらった感じ、はい、張り替えた。おー、なるほど、はい、いいな、ちょっと 小遣いためて。あとは、そうですね、まあ、有名どころのヘリオスとか。ああ、ヘリオス、ヘリオスは、はい、これは65mm でしたっけ、58です、ね、58か、はい、これ多分ね僕1本持ってるんですけど、8枚絞りバネのやつを、8枚じゃ16枚絞りバネか、結構初期型って呼ばれてるやつのやつを持ってるんですけども、これはあれですよね、やっぱりデジタルで使ってたんですけども、はい、これもあれですか、普通に使える、
L39 マウントでしたっけ？M40 です。あ、M40 か、はい、だから SP に普通に、あ、もうそのまま何もアダプターなしで付けられ、はい、あ、まあ、ただちょっとうちにある、はい、この、ヘリオスは割とその修理とかしないで、はいはいはい、あの安く出してるので、あ、だからまあ取れればいい人向けみたいな感じですね。あ、そうですね、お安く出してますね、はいはい、で、あと結構際物感があるのがこの2つ。あ、見た目かっこいいですね。これ振動レンズですか？改造品なんですね。あ、そうなの。元が、あの、これは中盤かな、中盤用のレンズをこうヘリコイドアダプターにかませて、M42 でっていう、あの、個人制作の。あ、そうなんですね、はい、撮ったことありますか、これ？アルファで撮ったことあるんですけど、コーティングがない割にすごくちゃんと映る。ああ、そうなんですね。さすがみたいな。サイズ、あ、サイズなんですか。フランスのイークラウスっていうところが、はいはい、サイズからパテントをライセンスを買って作ったテスターですね。お、なるほど。あ、テスターなんだ。はい、かっこいいですよね、このゴールド。そうですね、真鍮っていうんですか、真鍮の金ピカが、うん、で、これはこれも何だったかな、 50mm で、 50mm、コダックなんですけど、はいはいはい、アンジェニ、フランスのアンジェニが作ってるレンズ、うん、で、これも同じように M42 で、はいはい、で、ここでピント、普通にピント合わせができる、はいはい、で、やっぱ開放だと、うん、あの、これもそう、こっちの方が特にそうなんですけど、はいはい、やっぱりその、にじみというか、光がにじんだりとか、はいはい、っていうのがあるので、やっぱり白黒時代のレンズなんで、白黒で撮った方がかっこいいのかなみたいな。そうですね、これでもただボディにつけてるだけでもおしゃれですね。そうですね、うん、ありがとうございます、はい、ちなみに、あ、じゃあちょっとあの、せっかくなんでいろいろお見せしたいんですけど、いいですかね。